中央村田へ、村田山内、もう一度村田、右サイド柏木が待っていました。追い地から村田、エリア内に入ってきた、追い地だ、戻してシュート、決めたのは山内、今シーズン4ゴール目。前節出場停止だった追い地がこの復帰戦で光ります。最後確実に決めた山内、今シーズン4ゴール目。